っぱりそういう高級食材を置いて、やっぱりそういうこれ価値つけて、やっぱりやそれは安い店はいっぱいあるからね。やっぱりそういうの安いよら売り負けするから、なるべくないやつを、特徴のあるやつを置いていって、要するにないやつを置いていって、ほんでまあもういろんな商品を置いて、で高い時もあれば野菜やったら高い時もあるんですよ。もちろん野菜時安い時もあるし、だから高い時だったら割とみんな置けへん。それを私らも絶対逆に置くの。ほなやっぱりないや俺探してくる人がおるからね。あ、焦げたあったわって、どこ行ってもなかったのに、この店に藤原さんと行ったあったわ、まだこう、あーっと喜んでくれるの、その喜んでもらう姿が嬉しいんです。で、それが安かったら来へんよ、その人安だったら来へん。そういうやっぱり、ちょっとしたことでもやっぱりずっと置いといたら、焦げたらなんかある、焦げたらあるいうイメージがやっぱりね、買ってくる人に持ってあるから、やっぱりそういうの絶対必要や思う、必ずあります。それから安くなったら、だからうちのちょっと野菜が高い方がいい。もちろん安い時もあるからね。まあ、目切りは目切りで安く売るけど、なるべくこういう品ぞろえのある、こういうね、でかいわさびとか、今言ったこういうね、多分、今さっきもまた枝豆話になるけど、ガガシャ豆なんか多分、僕もまだ置いてないもんね。歴史はまだ浅いから。まあ、ダラシャ豆はもう最近ちょっと出だしたけど、まあ、それでも知らん人おるからね。で、こういう落花生とかね、そういうのはやっぱり美味しいで、国産レモン、これまだこんなんまだこれから出てくるけど、まだおそらく、まあ、高級スーパーとか、まあ、高級店しか置いてないんちゃう、ね、まあ、あんまり売れへんけどねで、置いとる僕も好きだから、そういう感じで、で、ああいうほら、もみじとかあんなのをちょっと取ってきて飾ったり、で、ひまわりね、造花やからね。で、春は桜の造花、でツツジの生のやつね、ちょっとこう取ってくるんですよ。あんま OK、言われへんけど、まあ飾りもせなあかんし、もう殺風景であかんしね、うん、で、まあまあそういう感じで、まあ、日々頑張ってますので、なるべくもうお客さんに来てもうてね。